こんにちは。デモンストレーターの田原英一です。今日ご紹介するのはこの三脚。スリックの GXM6400 をご紹介いたします。この三脚は大人気のスリック三脚 GX6400 の M モバイル対応、スマホ対応という風に読める感じですが、実はそれだけではありません。どこが変わったか。 またどういった三脚かということをご紹介してまいります。それでは早速伸ばしていこうと思うわけですが、この三脚、畳むと47センチ。非常にコンパクトです。伸ばすと1メーター54センチで目の高さをカバーするということなんですが、伸縮はレバー6式ですね。どなたでも簡単に扱えるというところがポイントです。しかもレバーのこの操作する力ですね。 硬すぎて指が痛くなるといったことはありません。非常にスムーズに操作ができるということがご覧になってわかるかと思います。この名前が書いてる足を前に持ってきて立てます。そして、まあ、エレベーターを上げなくってもこのぐらいの高さなんですが、エレベーターを上げて目の高さあたりまで持ってくることができるわけなんですが、これから この三脚の最大のポイントであるスマホが取り付けられるというところをご紹介いたしましょう最近の三脚ですとこの三脚に付属のスマホアダプターを付けましょうとか別売りのスマホアダプターを付けましょうというパターンが多いんですがこの GXM6400 のポイントはこのカメラを乗せる台の部分ですね 実はこの台の部分というのはクイック集。先にここを外しておいてカメラに取り付けましょうという構造なんですが、このクイック集がスリックの新案なんです。新形状。ここのところをこのように引き起こすとスマホ取り付けになるということで。ね、パッと見たら単なるクイック集なんですけども、スマホ対応になっていると。 スマホ対応のこのホルダーが組み込まれているというところがポイントなんです。スマホを取り付ける前にこのクイック集横長の状態から縦長の状態にしてあらかじめセットしておきます。こうしておいてスマホホルダーを引き起こしそしてスマートフォンですね。これをスマホホルダーに取り付けるとこのままスマホで 動画、写真が撮影できます。付属のスマホホルダーだったり、別売りのスマホホルダーを取り付ける方式だと、スマホホルダーを持ってくるのを忘れた、あるいは落とした、なくしたといった問題が出ます。ところが、この GXM6400 の形式だと、あらかじめ、このクイックシーの中にスマホホルダーが組み込まれているので、なくしたり落としたりが、 少ない。ま、あそういったことが、心配がなくなるということなんですね。そして、この GXM6400 ですけども、取り付けするのは、もちろんスマホだけじゃありません。カメラ、取り付けできます。カメラを取り付ける場合は、このクリック集を、横長状態、カメラの底にあった状態にして使います。 クイックシューのテーブには、この、蝶ネジ、つまみですね。蝶ネジがあるので、このように回していって、固定をします。こういったスタイルでカメラが取り付けできますので、カメラでの写真撮影、もちろん対応できます。初めて、まあこういったレンズ交換式カメラを買った時に、どんな三脚がいいんだろう、迷われた時、 一番にご検討いただきたいのがこのスリップの GXM6400 ということですね。そして、この三脚のクイック集。実はまあ縦長横長両方使えるというお話をしましたけども、カメラだけではありません。こういったスタイルのハンティーなビデオカメラ。ビデオカメラの底面には、 このカメラネジとビデオピンと言われるピンと2箇所穴がありますね。この GXM6400 のクイックシューにはネジとビデオピン両方ついてますからビデオピンが合う位置にこのように取り付けて、こうですね、このように取り付けて、そしてこのつまみを締めていくということをしますと確実に固定ができます。 この時も、これね、クイックシューが長い方向と、この雲台の長い方向を合わせると、レンズが変な方向向いちゃいますから、これね、前に、レンズはハンドルのハンドルがある側と反対側、こちらが前側ということを意識して取り付けてください。こういったスタイルで取り付きます。で、取り付ける時なんですけども、クイックシューの入れ方、 このクイックシューを止めるクイックシューレバーの反対側のこの面からクイックシューを入れていきます。ちょうどね、靴を履くときにつま先から入れるような感じですよね。つま先の方向がこのシューレバーと反対側というふうに理解いただければと思います。こういったスタイルです。このように、この GXM6400 は カメラ、ビデオカメラ、そしてスマホということで、一つの三脚でいろんな機材に対応できるというのがポイントなんです。今一度スマホの状態にしますが、この通り。スマホホルダーでスマホを固定しました。はい、スマホを取り付けました。この GXM6400、雲台部分ですね。今横位置にして使っている状態です。 左右の固定は、このつまみを緩めて左右。ハンドルを緩めると上下。そして、ここのつまみを緩めると横位置が縦位置に変わるということで、3方向動かせます。縦位置、横位置。左右、上下。 三方向別々に調整できる3ウェイ式ということで、まあこういったスタイルで撮ると縦長の画面で撮影ができるというわけですね。この GXM6400 はこちらの大人気三脚 GX6400 のモデルチェンジ版という理解のされ方かと思うんですが、実はうんだいこのようにだいぶ違います。 雲台の形状ごとモデルチェンジしてるんですね。クイックシュー同士は実は互換性があるので逆にこのように付けることも可能です。つまり今までの GXM じゃない GX6400 をお持ちの方にこの GXM6400 用のクイックシューを取り付けてスマホ対応にさせたいということも実は可能です。可能なんですが この雲台の形状が違うというところを少し紹介させてください。GX6400 もスリウェイ上下左右横位置縦位置といったスタイルで動きますけども縦位置の方向がこう来ますよね。シャッターボタンが上側に来る方向。それに対して GXM6400 は上下左右横位置縦位置ということで縦位置が逆方向に置きます。 このいう形なんですね。で、シャッターボタン下側に来る方向に置けるんですけども、この方が、レンズの、この方が、レンズの重さがかかるということがあったときに、ネジが緩みづらい方向にレンズの重さがかかるというメリットがあるので、今回はそういった三脚を使うとき、カメラを縦位置にしたときにネジが緩みづらいということも考えて逆方向に置けると。 という構造をとっています。雲台全体の構造もこの横位置にしたときですね。こちらの GX6400 はこのように L 字型になってますが、GXM6400 は完全にこの両側で支えられるという両持ち式という言い方もしますけども、こういった雲台形状に直しているというところが違いです。あとハンドルの形も考え方を ちょっと改めまして GX6400 はどちらかというと長い細いタイプそれに対して GXM6400 は短くて太いで太いから力が入りやすいという形状にこだわって今回の雲台形状を採用しましたさらにこの GX シリーズまあ GXM6400 の前からなんですけどもこだわりポイントがありましてこの 100ロックレバーの形状ですね。角の、角パイプの角のところを押して固定するといった方式です。これ実は数年前まで、数、十数年前までかな、ある会社が特許を持っている形で、スリックはこの面を押す形でずっと作ってたんですけども、今は特許の関係がなくなったので、この角を押す、しっかり固定できるといった位置で固定すると。 いったスタイルに改めているのが GX シリーズです。固定力が優れている。そして GX シリーズの特徴的なところがこのステイストッパー。ステイってこの足のエレベーターと足の間にあるこの支えの骨部分なんですが、この支えの骨、ステイが真横にくるようにセットするというのが一番安定する立て方。 ということなんです。ただ、この立て方だと、場所を取る。例えば運動会のような、いっぱい三脚が並ぶ場所では、どうしても場所を取るから、ちょっと狭めて立てたいなっていう時に、このステイストッパーを、このように、狭めた状態にして、ステイストッパーをロックすると、足が広がらない、しっかり固定されるということで、狭めた状態でも三脚を立てるということを考えて作っています。 あとはこれスリックの U シリーズ以来の考え方なんですけどもエレベーターのギアの部分プラスチックのパーツにしています元々もともとこのエレベーターのギアの部分ってパイプに対して歯切りアルミのものに歯を切ってたわけですけどもプラスチックのパーツを貼り付けるという形状にすることによってお求めやすい価格を実現するという考え方あともう一つはこの上下動かすときに プラスチックだと音がしづらい。柔らかい材質だから音がしないということも考えて、このようなエレベーターの材質にしているということなんですね。そしてエレベーターのこの動かす硬さをコントロールできるように、このステーンのストッパーを緩めた状態で操作するんですけども、エレベーターのこのカバーパイプに緩む閉まるという文字があります。これを閉まるにしておくと、エレベーターの動きが 硬めに動くので、重い目の機材、重量物ってこと、まあ、すごい重いものは乗らないわけですけども、ある程度重いものでずるずる落っこちそうな時は、ゆっくりめに動かせるような締まるという、こういった調整もできます。緩むにするとすごく軽く操作ができるということですね。このエレベーターの固定自体は実際はこのエレベーターストッパーのつまみでストップしますから、こちらのエレベーターカバーパイプの操作は、 動作の軽さの調整ということです。あと水準器ここに装備しています。足の長さの調整で水平出しをするわけですけども、動画を撮るときに、やはりこの水準器があると、あらかじめ水平がきっちり取れるということなんですね。スリックというのは創業以来スリックマスターに代表される新聞社向けやプロ向けの三脚メーカーでずっと売ってきたんですが、 1976年、まあ、だいぶ昔になりましたけれども、その時に登場した 500G、500g の軽量三脚でファミリー向けというのを出して以来、ファミリー向けの三脚、あるいはファーストステップの方向けの三脚というのにも注力しています。今回のスリックの GXM6400、この三脚も三脚を今まで使ったことがないといった方に、ぜひお使いいただきたい。使いやすさ。 そして、いろんな機材に対応するという能力を持った三脚です。ぜひチェックしてみてください。